元エトルリアの西方三島総督アルカルドを倒したロイたちはいよいよ坂の大草原へと兵を進める。だが坂はベルンの侵攻以来、ベルンとそれに従うジュテ族などに逆らった部族はほぼ滅ぼされており、ベルンに敗れたクトラ族の族長で坂でも最高の勇者といわれる灰色の狼ダヤンたちがゲリラ的な抵抗をしているものの、ほぼ新ベルンの勢力となっていると言えた。ロイたちが大草原の半ばに差し掛かった時、今や草原最大の部族となったジュテ族が草原独特の戦い方をもってロイたちの行く手に立ちふさがる。さっきの灰色の狼がね、スーのおやすさんってことだよね。わあ、おお、すごい。なんか本当に部族って感じのあの家がある、テントが。モンゴルとかのあれだよね、こういうのね。多分モンゴルというか、なんだっけ、カザフスタンとかなんかそういうところだよね、多分ね。なんでこんなところに武器屋とかがあるんだ。秘密のお店フラグは、いや、ここら辺わかんないな。なさそう。はい。門家。坂草原有力部族、ジュテ族の族長。ああ。あんたかい。勇者の弓と勇者の剣持ってる。相当鍛錬してるな、この人は。どっちも B だぞ。欲しい。めっちゃ欲しい。勇者系が B ってさ、なんだろうね。なんか銀シリーズが A なのに勇者が B ってさ、勇者の方が強くねって思っちゃうんだけど。特効薬。わ、特効薬結構持ってるか？特効薬盗みたいな。近い。近めだね。ミール、ミール。傷薬、ランスバスター。特効薬。特効薬結構持ってそうだぞ。確かになんか独特な戦い方と言われればそんな感じがするな。敵多くねえかっていうか。多いな。橋で待ってれば、迫ってくるやつをとりあえず倒すっていうことはできそうだけど。うわ、キルソード持ちだ。こういうやつらがさ、このさ、最後の方を攻め込んでねえ、倒そうって時に必殺出してね、やり直しになるんだよな。リブロー、イクリプス出た。侵食する夜、勘弁してほしいな。侵食する夜、疲労。でもこいつ動かないだろ、多分動かないであってほしいな。特攻役持ちが5人いるね。さあさあさあ、そしてミレディさんがここでクラスチェンジをする時が来ましたよ、あなた。あ、そうだ、その前にちゃんとあれだ、ゲームを開始しとかないと、またなんかね、あるかもしんないから。ということで、どうも立花亮です。今回もファイアーエンブレム封印の剣やっていきたいと思います。第18章、坂の掟。エトルリア軍が西方に現れました。うん、出はず通り我らの陣地内に誘い込むのだ。うわ、動かなそう。我らの恐ろしさ思い知らせてくれよ。他の部族に知らせは出したのか？はい、ベレンと親しくする我がジュテ族への反発は根強いものがありますが、エトルリアの侵略には立ち向かわねばと駆けつける者がかなりいるようです。かなり。
そうか、今回はあの灰色の狼との戦いと比べると随分楽だな。何しろ敵は侵略軍なのだからな。はあ、侵略してくる者には団結して戦う。そう、それが坂の掟だ。はあ、なるほどね。灰色の狼ダヤンのクトラ族との戦いは部族同士の戦いと見られ、誰も手を出さなかった。ですがその実は我々はベルン軍の後ろ盾を得て。そういうことだ。もっともその結果ベルンが今の坂を陰で支配していることに。うん、アンカーを持っている者も少なくないのだがな。まあそうだろうね。そうですね、今ゲリラのようにベルンや我らと戦う灰色の狼ダヤンに同情しかくまう部族や勢力も多いと聞きます。あやつも部族が滅ぼされたのだから、素直に我らに従えばよいのだ。ベルンに正面から戦った者の末路を知らぬわけではあるまい。まあこのジュテ族さんもベルンにはかなわないと思ってね、その支配下に置かれたということだよな。大都市ブルガルなどベルンに逆らったため攻撃され完全に征服されましたからな。これからは我がジュテ族のように強い者の間でうまく立ち回った者が勝つ。そのためには古臭い坂の掟をせいぜい利用させてもらうさ。なるほどね。もうあれなんだ、ダヤンとかそのスーの部族はもうほぼほぼ滅ぼされちゃってるってことなんだね。ギネビア姫、これから僕たちの軍はベルンへと近づいていきます。はい。それに従いベルンの兵と戦う機会も増えていきます。いずれはベルン王国の軍と本格的な戦いになるでしょう。その前に姫にお尋ねしたいことがあります。何でしょうか。先日人から聞いたことなのですが。それをここで言うの。ゼフィール王はベルン戦を実の父を手にかけて王位を手にしたと。ビクリ。僕にはその話が事実だとは思いませんでした。だってそうでしょう。ギネビア姫はご自分の国を捨てる覚悟までして止めようとなさったのだから。もしゼフィール王が話通りの残忍な男だというのなら姫はそこまでしようと考えるはずがないでしょう。僕があなたからファイアーエンブレムをお預かりしたのはベルンとただ戦うためではなく姫の望まれた和平の道を最後まで探せないかと考えたからです。おいそば。ですからどうか姫の口から真実を聞かせていただけませんか。ごめんなさい、時間を少しだけ時間をください。ギネビア姫。ギネビア姫。よくわからんよ。もうなんだこの曲、坂の曲。いいね。いいね。おお。ちょっとここだけ覗いていくか。え、キラー系めっちゃ売ってんじゃん。何これ、めっちゃいい。弓ないじゃん。なんで、めっちゃいいじゃん。てかさあ、でも騎馬兵、騎馬兵だからといって騎馬ナイトだということじゃないんだよな。騎馬ナイトじゃなくて遊牧民だらけだからあんまり斧が活躍しなさそうだな。なるほどね。あ、宝の鍵も売ってる。どうしようかな。アストール入れるか。結局なんかあんまり支援効果がな、出てないな。一旦ちょっと待って、待ってね。ちょっとあれ、何、敵の行動だけ見せてくれ。先陣切らせるの、ほんとルー一本だな。ルーが頼りがいがありすぎる。はあはあはあ。ああ、でも意外と近づいてくるな。結構なんかずっとその場に留まってるタイプなのかなと思ったけど、そういうわけでもなさそうだな。だいぶ近づいてくるじゃん。このまま近づいてくるとちょっと特効薬盗めないな。特効薬持ちも今もう倒しちゃったしな、ルーが。なるほど、これ待ち受けててもいい気がするんだけどな。
待ち受けていたら待ち受けていたで、なんかこう、どうだろうね。まあいいか。わかんねえよ。わかんないわかんない。わかんないわかんない。最初はもう失敗する面持ちでこう、戦っていった方がね、いいかも。失敗するというか、失敗を恐れない。それが一番大事。前の章でこのエレンがさ、敵の総大将と敵の大将とすごいずっと戦ってたけど、このミスっている時に武器レベルって上がっていってんのかね、いまいちわかんないな。てか大変だな。このアーリアルを使うためにはさ、エレンをすごい育てていかないといけないわけでしょ。光魔法を使える人でね、後半もしかしたらね、ギネビア姫とかがもし味方になるんだったら、この賢者じゃないわ、司祭か、司祭になってね、光の武器レベル A とかになってそうだけど、どうなんだろう。はい、今回はねこんな感じでいきたいと思います。まあ、チャドはね、特効薬盗み役でちょっと入れたい部分はあって、あとファとウェンディね、この2人がさレベル低すぎて、まあ、ちょっとでもおこぼれ預かれればいいかななんていう感じですね。なんか舞台全体の強さもね、この占いとしては必要っぽいからね、この軍の強さ、経験の多さとか、こういうのもあるんだろうなと思うよね。まあ最初からそのね、戦闘ランク全体ランク A みたいなことは無理だと思うんだけれども、まあちょっとでもね、成長させていければいいかなっていう部分はありますね。あとは、真と数は相変わらずちょっとここでは入れときたいかなという部分はあります。まあ増援がどのぐらい来るのか、かなりの数来るみたいなこと言っていたから、それもちょっと怖いんだけどね。でまあミレディは天空の鞭持たして、リザイアさんリザイアさんということでね、リヴァイアさんみたいな、ここでもしかしたらレイクラスチェンジできるかな。いやトルバドールクラリーネにさせたかったんだけど、ここはレイでもいいかな。リザイアさんになってくれると相当戦いが楽になる感じあるからな。もう一個買っとけばよかったな。まあしょうがないね。で、まあ、クラリーネこれからバルキュリアになったところでどうなんだろう、セシリアにかなうのかな。まあでもセシリアとはそのこのね武器適性が全然違うからね。セシリアさんは本当にリマ法に振りすぎてるから杖 C だし、ただクラリーネさんはもうこれ以上上がらないので A がね、クラスチェンジすることによって S にね杖がなるけれども、まあでもいいかな。こんな感じでパーシバル抜いてもいい気がするけどな。なんか意外と近づいてきてくれるから、そんなにね騎馬兵でガツガツ行く必要がないというか、まあでも一人ぐらいいていいか。うん、このパーティーね、パラディン、ソシアルナイト系が全然いないんだよね。そこらが問題なんだな。まあ、ミレディで行ってもらうってのもありかもしんないけどな。どうしよう、パーシバルな。でもパーシバルあまりにもちょっとステータス高いんだよな。本当だったらね、このアレンとかさ、ランスの方がね伸び率良くて、パラディンのレベル8までいったら全然余裕でパーシバルを抜く可能性ってのはあるんだけれども、速さもすごいあるしな。まあでもこんな感じでいいかな。ということで始めていきたいと思います。とりあえず最初はこの特効薬さんともいるんでね、待ちたいんだよな。でファーは買い物させる。ファーは本当におこぼれ預かる感じにして、うん、なんでかっていうと、ファーはね新竜石30回しか使わないんだよな。30ってさ、すごい速度でなくなっていくと思うんだけど、そこら辺どうよ。ライトニング安っ。あ、リブロー売ってんじゃん。
そうか、ちょっと見逃してたけど、リブローはめちゃくちゃいいよ。3、4、これで5個分か。勇者はね、海越えられるからな。いや、ただ海越えられると言っても、海というか川か。川を越えられると言っても、こいつら来ちゃうからな。ここ横並びにしてもいい気がするな。特効薬さん来ちゃうかな。まあいいか。お互い森があるから軽減の関係にあるね。回避率高くなっちゃう。キラーボーはね、あともうちょっとで武器レベル上がるんですよ。シンさん、あと 2,3 回戦ったら上がるんじゃないかな。とりあえずこんな感じでいいかな。あ、特効薬さん来ない。特効薬さん来ないじゃん。わあ、わあ、シン恐ろしい。シン怖えな。お、ナイス。特効薬さん攻撃範囲に入ってないと来ないのか。あなたもか。特効薬さん、いや、来るやつ相手にした方がいいと思うけどな。強いな。呪手族さん強すぎ。そうだ、キラーアクスだけなかったんだよな。そういえば、確か前にキラー系が売っていた時そんな感じだったよね。よし、ここはリザイアさんで行ってもらおうかな。リザイアさんちょっとどんな感じ。あー、14。まあでも、まあどこ倒しきれないんだな。まあ連続食らうとはいえ、ルート支援関係にあるから。そうか、もう使えんだよな。あー、悩みどころだよな。レベル14で使うか。いや、ここでレベル上げるべきだろ、せっかくだからね。一歩前出ると、一歩前で出ると特効薬さんも来るというか、ボコボコにされる可能性があるな。速さがそんなないな。あー、ダメだな。鋼の剣、あー、でも連続はそんな食らわないか。まあでもまだこれ3ターン目ぐらいだろ。置いてもいいかもしんないな。うん、ちょっとね、デスはかさむんですけれども、もうかさむとか言ってられないぐらい死んでるからな。もう気にする話かっていうぐらいやられてるから。ほらいいよ、ほら。あー、連続食らうじゃん。食らっとるやんけ。この戦い方何なんだよ。ほんと意味わかんないな。あー、素晴らしい。素晴らしいです、でも。うん、こわっ。いいなぁ、やっぱリザイアいいなぁ。え、遊牧騎兵、ちょっと遊牧騎兵川越えてくる、うぜえ。うざったすぎる。なんだこいつ、川越えてくんなよ。おい、レイがうまいこと言ったのによ。レイさんがすごいうまいこと言ったのに、シンさんちょっとほんと弱すぎるって。うん、避けられても武器レベルってアップすんだね。これはいい収穫だな。なるほどな。こいつマジで川越えてくんなよ。何を
川越えてきやがってきてケツかんねんこいつ。あ、そうだ忘れてた。すっかり忘れてた。これ使うの早く使おうぜ。ミルディー、ミルディー、だー、どー、おー、かっこいい。パッ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 。 HP なんか HP がっつり上がったな。5222221。体格も上がって、速さ上がってんのいいな。すごい、やっぱクラスチェンジってすごいな。 HP ほんと爆上がりしてんね。守備も上がって、魔防上がってんのいいよな。やっぱドラグナイは魔防が低いというのがね、弱点の一つだったからね。それが上がってるのは相当いい。すごいよな。レイ攻撃すればいいのに、なんでルー攻撃してくるんだろう。近いからかな。謎。なんだよ。もう本当にさ、必殺出んなよ。必殺はほんとやだ。何も必殺なんか出してきてんじゃねえよ。そうか、こいつら探求ばっか持ってんのか。わあ、連続攻撃してくるな。いや、これ下置かない方がいいな。そうか、探求これ敵が使うから、この必殺10にしてあるんだろうな。あー、そういうことだな、きっとな。ちょっと探、もう10で必殺出るなよ、辛いって。まあ今の考えるとさ、受けながら戦うっていうのはあんまりいい戦い方じゃないよな。受けながら戦うとあれを引き起こす可能性が非常に高い。だよな、この4人相当強いからな。いや、いいですね。いや、めっちゃいい。なんかなぜかどんどん近づいてきてくれてるのがいい。特効薬来ねえな。まあ、来ないんだったら全然いいんだけどね。マジで怖いからな。リブロー。ヒルソードさんがいる。ちょっと怖いな。あ、いけねえ。ヒルソードさんは優先的に倒した方がいいかもしれないけど。まあでもな、ディークさんめっちゃ体力あるから大丈夫っちゃ大丈夫かもしんないな。ここら辺で一発で仕留められてしまう可能性があるのはルーぐらいだと思うんだよな。ただルーもな、ルーもだいぶ守備力あるからな。うん、ルトガーと同じじゃん守備力。ルトガーはその分体力あるから。あ、技が
いつの間にか技カンストしてる。29、中途半端だな。あれ、もしかしてここって訪問できる？一個ずつ可能性あるな。村がだってないもんね。この上の方って、あらら、訪問できますわ、一個一個。とりあえずこいつやりてえな。25%。必殺がね、敵の必殺が 25% あった。どうしようかな。手やり持ってた方がこいつらと対峙できるんだけどな。手やりだとね、命中率がちょっと低いんで。ほい。わ、超えてきちゃうじゃん。めんどくさいな、それは。いや、でも探求だるいな。ちょっと攻撃させないような位置に置くだけでいいか。ちょっとファーが攻撃できねえな。危ね。マジで意外にしてほしいな。あれ、特効薬さん来ないですね。特効薬さん、あと3人いるはず。あ、こいつか。特効薬さん、これとあんたか。あんた、ちょっと、あ、そっか、あと一人はお前か。そしたらどうしようかな。ちょっとパーシバル下がるか、一旦。これいいね。攻撃チャンス。ファンも攻撃チャンス。92。あ、そっか、こいつな。イグレーヌがいれば支援レベルが上がったりするんだろうな。ミスるよね。もう命中もなんもないもんね。何これ。低すぎる。ステータスが低すぎる。どうしよう。あー、いいね。そうか、上級職だから余計上がるよな。でもこれ戦っていかないとチャド死ぬな。いや、誰か引き取るか。ディーク引き取ろう。ディークなら耐えてくれる。ノイも意外といけると思うんだけどな。守備高っ。いやー、ちょっと他の人が強すぎるな。ロイさん、ちょっと速さそんなでもないのか。ちょっと特効薬さん一人、あれだな、これ倒しちゃうかもしんないけど、しょうがないな。アクスバスター、あれ、なんか誰かナイトキラー持ってなかったっけ。気のせいか、アクスバスターと勘違いしてたのかな。これか、ランスバスター、これか。だったら問題ないな、ナイトキラーじゃないのなら。
ちょっとね、探求持ちは速攻で沈めておきたい。めんどくさいから。必殺が出られても困る。そう、なんかさ、ファイアーエンブレムエンゲージだと、敵の攻撃を受ける位置に、この、こうなった場合に、敵からなんかこう、ピューンピューンみたいなさ、その表示が出るようになってて、そこにユニットを置いちゃうと敵から攻撃受けちゃうよっていうマークが出るようになってるっぽいんだよね。それめっちゃいいよな。すごい、今欲しい機能なんだけど。ピューピューってね。倒しちゃうよな。倒してほしくないんだけどな。ナイスナイス。おお、これ特効薬、あ、無理か。チャドウをあそこまで行かせないといけないしな。すごいな、速さ半減食らってる状態でそれか。あ、リブロ届きすぎだって。こいつすごいな。18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。前のショーのさ、サンダーストームの人みたいに誰か食らっている人がいればイクリプスを使わない状態になるのかな。それだったらありがたいんだけど。特攻薬さん全然来ないじゃん。ここら辺を守っている人たちは全員来ないということなのかな。おい、20% ぐらい当てるだよな。20% ぐらいだったよね、今。そんなさ、ガツガツしすぎだって。動いてくるのかよ、イクリプスさんよ。そいつは知らんぜ。あれ増援ってどっから来んだろうね。かなりの数来るという噂だからな。右上あたりから来ておかしくないね。うん、高田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 、うん、来るな。来る可能性あるね。村訪問して、こいつ全く動かないのかな。一応イクリプスさんは一番最後に動くのでね、 HP を1にされたところでまあまあっていう感じではあるんだけどね。命中高いなあ。そうか、技がつり上がってるからか。命中高いのいいね。おお、素晴らしい。ああ、すごい、速さ上がってほしい。速さ上がらないとね、こっちが2連続攻撃を受けちゃうんだよな。陣の中に敵がいる限り全部族で攻撃を続ける。陣の中に敵がいる限り、うん、それが坂の掟。あ、これ、え、もしかしてこっから出てくる、この中からさ、ボン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 敵出てくる可能性あるな。城を囲むように各々の部族が陣を張り侵入者を迎え撃つ、それが坂の掟。そういうことか。怖っ。こん中
入ろうとしたら一気にドワーって出てくるっていうこと？外側から来るんじゃなくて中から出てくるのか。あ、訪問できない。しかもあらまあ、あらまあですね、これは。はーん、そういうことね。なるほど。じゃ、こんな感じにしといてもいいんじゃないでしょうか。ちょっと強い人たちだけでね。どうしよう、レイのレイをあげようか、それともクラリーネ進化させようか。いやー、クラリーネあげたところでリマホはね、もうルーがいるから別にいいんだよな。あら、来ない。あと一歩入るとっていう感じかな。こいつがランスバスターか。あれ、なんかイベント発生するのかなと思ったんだけど、そういうことではないのか。お前だよ、お前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 、バンバン敵出てきておかしくないと思うんだけどな。こんななんかすぐ終わるようなマップじゃないだろう。ここは怖いんだよめちゃくちゃ怖い。ダーって一気にダーッババ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 ね、一気にババ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 、あー増援だらけだってなる可能性はあるだろう。ほら来た、あれ一人。なんだこいつら、恐るるに足りない、足りぬ、恐るるに足りぬだぞ。侵略者には全ての部族が団結して立ち向かう、それが坂の掟。同じようなことしか言わない、ずっと。毎日欠かさず大地と星々に祈りを捧げる、それが坂の掟坂の掟多いな。なんかここさ、なんか表示がさ、なんか白くなってんのは意味あんのかな。なんか秘密のお店ありそうだよね。いやー、この特効薬はちょっと取りづらいな。おっ、うわっ、まずい、あの遊牧民、おお、こっちか、よかった。怖え、これこの場所ルーだけでもいい気がしてきたな。うん、探求、敵が探求持ちなのに必殺ゼロだもんね。幸運がめちゃくちゃ高いからか。戦いに行けないよこんなの無理無理、ボコボコにされてやられちゃうよ。うわ、すごっ、うわ、ひどいな、ひどい。もっと後ろ下がらせないと危険だね。あ、でもこんぐらい近づいてきてくれるんだったら風であれだな、とどめさせるな。ありがたいことに。
ありがたいのか本当に。ちょっとあの塞ぐ感じに配置したいな。来させられないような感じにね。若干移動したいんだけど無理だな、このメンツだと。別んとこから来た。ちょっと待って、別んとこから来ちゃったね。すごい、どんどん来るね。確かにここレベル上げ時かな。あー、これもしかしてジンの外に出たから造園出てこなくなったとかあんのかな。遊牧騎兵もあれだね、剣持たなくなっちゃったね、なぜか。そしたらもう近距離攻撃最強になっちゃうんだけど。うわ、来たー、ドラゴナイト、ドラゴンナイトまで来る。ドラグナイ、ドラグナイ。おおおお。バカめ、間接攻撃しか持っていないとはそういうことになってしまうんだよな。勉強しろ。遊牧騎兵だけを倒してレベルを上げていく。でもなんでこんな、あれか、ファってもしかしてレベルの上がり早いんだろうな。そうじゃないと、だって遊牧騎兵倒すごとに1レベル上がってるからな。あれ？ファってさ、ファって闘技場やったらどうなるの？地域で闘技場ってやったことあったっけな。神竜石は、支給品だと思うからね、闘技場だと。あれでもあれかな、竜石、下竜石とかになるのかな。闘技場で持たされるものは。めちゃくちゃ強いと思うけどね。どうなんだろう、闘技場でレベルを上げるっていうことでもあるのかもしれない、もしかしたら。うわ、ナイトキラーじゃん、怖っ。あ、やべ、ナイトキラー、うお、どんな感じになるだろう。でもね、そんな一発食らって死ぬほどやわじゃないと思うからね、そこはまあちょっと安心な部分ではあるけど。回収できるか、一応ね、回収するか。うん、すごいな、もういろんなところからいろんな部族来るじゃん。あー、やっぱり上級職じゃないとそんなあれなんだね。上級職だからやっぱり一発でレベル1上がっていったということなんだな。いやー、新竜石もうだって7使ってますからね、だいぶだよね。レベルの上がりがいいとはいえ。造園終わりかな。怖っ怖っ、マジで。
遊牧騎兵さんだけ倒してこのレベルを上げてるのは多分いいことだと思うんだよな。いや本当にレベルの上がりがすごいな。遊牧騎兵だからじゃないな。やっぱりマムクートは特別レベルは上がりやすく設定されてるはずだ。うん、この新竜石というね、もう限られたこのパワーあるからね。まあこの新竜石一回ハマーの杖使ってもいいかなっていう気がするね。あれ、まだ来るか。なるほどね、まだまだ来ると。ミレディさん、ミレディさんはお店探してもらおうかな。いや、まだ上からドラゴンナイト、まあ来たところでか。ミレディだったら大丈夫だろ。このさ、山のところなんか結構重点的に見てるけどさ、ミレディじゃなきゃ基本来れないようなところにお店あったりするんかね。なんかある程度どのキャラでも行けますよみたいなところにあるもんじゃねえのって考えると、やっぱここら辺とかな気もするんだよな。うん、この白くなってるのは気になるよな。プラスの表示のせいでマックスいくつなのかわからん。あれ、これ下がってたりしないよな。そう、この状態であれか、取っといて。うん、なんかその技が上がりすぎると今度はこのプラス値がプラス、ね、技がじゃあ次12になりました、そしたらプラス11とかさ、そのメーター以上にはいかないみたいな調整になっているとしたら厄介だなと思うね。なんか1レベル分もらえなくなってきてる感じがする。え？幸運プラス2上がったな。あれ、ずっとプラス1しか上がらないと思ってたレベルアップの時のステータスの上限、って上限はねえか、ステータスアップってそんなことないんだな。プラス2、プラス2になることなんてあるんだ。ちょっとウェンディーマジでクソほど役に立ってないな。ウェンディーどうしよう。ウェンディー闘技場じゃないとレベル上げらんないか。いいね、非常にいい。いやー、ここいいな、ここいい、めっちゃいい。うわ、ないか、マジで。あると思ったな。ないか。あ、剣装備できるようになってる。あ、いいねこれはね。ないか、あると思ったな。あと目ぼしいところないよな。
多分ないと思うな。あ、もう終わりかな造園。うん、多分ないな。ないね。うん、ないと思う。じゃあもう造園も終わりか。いやでもこれ怖いんだよ。だからさっきもさ、その中から出た時に敵の増援が来なくなったとかそういうのあるからさ、やっぱねこの真ん中に行く人はね、この強い人たちだけで固めたいんだな。だからこの手前とかにさ、この出てこられるとほんと足速い人ばっかりだから、ちょっとね後ろ下がらせる感じ。もうロイもさ、いやロイどうしようかな。ロイは制圧したい人でもあるからな。え、てかねこれもうルーだけでいいと思うんだな正直。ルーを、そうだな、ルーだけ生かすか。ルーだけ前出して、そういうことにしよう。騎兵にはルー。7マスぐらい来るもんね。1,2,3,4,5,6,7。 1,2。 そうね、もう本当にその用心に越したことない。用心には用心、用心に用心を越したこと、なんて言えばいいんだ。用心に用心を、あれ、用心に越したことはないをさらになんか重ねて言うような表現あるよな。さあどんな感じでしょう。あ、これちょっとミレディ怖いな。ミレディもかっつり下げて、ほらまだ来んだよ。マジでふざけてる。マジでほんとふざけすぎ。いやーこれもうルー以外よな、すごいなこいつ。もうレベル20になっちゃうよ。ルー以外を中に行かせたくない。もう耐えるからルーだったら。あ、終わり？これさあ、もしかして敵もそのローラー作戦的なことやってきてんじゃねえのか。この踏んでる位置によって、あ、そんなことない、踏んでる位置によって出てくるか出てこないか決めてるみたいな。大丈夫か、本当か、パチこいとるんやなかろうかいね。あんたら八コキは嫌われるよ。来ました。来ちゃった。来ちゃった。大丈夫か。よし、じゃあもう倒しちゃうよ。もうマジ怖いから。強いな。そうか、勇者のをつけているからか。どうしよう、威力高。あ、そうか、弓を持っているんだったら今はこういう戦い方をした方がいいということだな。待って、あ、そうか、パーシバルいるから引き取る作戦できるな。パーシバルで引き取る感じにするか。うん、キルソードで 62%、 すごいな。キルソード作戦いくか。そうだ、それでいい。もっと近づいてこい。お前たちの血で我らが陣を染め抜いてくれよ。おう、か、読み違えた。まさかこれほどとは。実はね、このテントの一つが秘密のお店でしたとかね、
ないか。いやここも無事クリアできたな。まあ一発クリアとはいかなかったけどね。ちょっとさすがに探求でな、必殺食らうとは思わなかったな。だいぶレベル上がったね。11上がったんか。11上げるためにやっぱりこの新流石をね使っていくよな。まあステータスはめちゃめちゃ高いけどね、幸運がすごいよな。ファー HP がそんなないね。相当でいくと、ああ力高い、技も高い、速さどん底ぐらいだもんな。幸運すご。守備もいい。ああミレディすごいなあ。そう考えると魔法やべえな。あれだな、ボスが魔法使いだった場合ファー置いとくだけでだいぶなんか戦えるようになるね。魔法30って群抜いてるな。これ以上わかんのかね。じゃあ制圧するか。坂草原次あたり外伝出てきそうだな。次の次とか、あの灰色の狼がね出てくるあたりできっとありそう。なかなか手強い相手でしたな。でもこれで坂族最大の敵は叩いたはずだ。残存勢力が気がかりだけど、どうやら集結して反撃の機を伺っているようですぞ。へえ、集まろうとしている場所がわかるかな。偵察を出しておりますが、そろそろ帰って、来ていますかな。少し見てまいります。マリナス大丈夫か。ロイ様、ギネビア姫どうなされたのです。話を聞いていただけますか。兄についてのよろしいのですか。やはりベルンに入る前に知っておいていただきたいのです。マリナスがいなくて大丈夫か。マリナスいるとな、でも横槍入れてくるからな。なんととか言ってベルン王家に起こった忌まわしい出来事を。先日兄がベルン国王ゼフィールが、父戦王を手にかけたのかどうかをお尋ねになりましたね。はい、結論から申し上げれば事実です。では本当にゼフィール王は王位を狙って実の父を。それは違います。違う、王位のために戦王を暗殺したのではないのです。違うのです、先に暗殺を図ったのは父の方なんです。ではゼフィール王は暴虐な振る舞いに、たまりかね、父を自らの手で。それは一体。ロイ様、敵軍の集結している場所が分かりましたぞ。どうなされました、お二人とも。あ、いえ、そのまたいずれ。もしかして今ここに来たのはまずかったのですかな。いや、そんなことはないよ。それより敵軍の集結場所って。はい、ブルガルという都市です。あ、最大の都市と言ってたなさっきね。もともと世界一の大都市ですからな。ベルンに一度攻撃を受けて潰されましたが。そうなのか、わかった、すぐに向かおう。しかしベルンの戦王は実の息子を出せ。あ、いや、闇の巫女とかいう暗闇の巫女か。 あいつのせいなんじゃないのか。はい、ということで、第18章無事クリアすることができました。まあ、あのね、本当にあれ多分ね、本当に中のこのサークルの陣の中、一旦出たから、はい、陣の中に入ったことによって増援が出るんじゃねえかみたいなね、そういうのが分かってね、残りの人たちを離して強い人たちだけを中に入れてみたいなことできたけど、あそこなんか何も考えずに、あ、もう増援出てこない、中入ろう、ファーってやってたら、あの陣ね、サークルから敵出てきてマジで死ぬっていう結末もあり得たかもしれない。はい、でもそうはならなかった。それはなぜか、もう勉強したからです。ね、はい、次もね、そんなこうボンミスみたいなことで、やられないように頑張っていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ次の動画でお会いしましょう。またね。